先ほど、うん、あの息子さんいらっしゃって、はい、で私と熊井町とその男の子2人でちょっと会話してて、うん、でどっちのお姉ちゃんが綺麗可愛いって聞いたら、初めはなんかうーんうーんみたいな感じだったから、じゃあお姉ちゃんたち2人とも目閉じるから、うん、その間指さしてって言ったら、即答で熊井町の顔を指さしたんですよ。ありがとうございます。もうめっちゃいい。どういう教育されているんですか本当に。いやでもね、さっきスタッフさんが、うん、ママとあのモニターでね、このお姉ちゃんどう、このお姉ちゃんって聞いたら、私全勝だったんですよ。いや愛止まらねえな本当に。